はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好き、はるまりことはるきまりです。さあ、本日はこちら、怒りというね、怒りかなゲーム出そうと思います。こちらなんですけど、SNK さんから、出てる、アーケードの、ゲームになっております。まあ、シューティングゲームみたいな感じかなと思うんですけどね。これね、まあ、ファミコンでも出てて、ファミコン版もね、実は持ってたりするんですけど、これも、めちゃくちゃ難しくて、アーケード版特に。結構ちょっと独特の操作方法なんですよ。まあ、それが影響して、まあまあ難しいというね、ゲームになっております。そう。難しいんだけど、やりたいなと思っておりまして、ちょっと今日は遊ぼうと思ってます。一応、ボタン。マニュアルとか確認してみましょうね。難しいんですよ。まず、このスティックで移動させると。で、スティックでさせながら、移動させながら、ダイヤルを回転させると、攻撃方向、そうだね。自分の移動と攻撃の方向も合わせなきゃいけないよってことですね。できるかな？ちょっとやってみましょう。クレジットを入れて。これが本当に墜落しちゃったってさっき言ってた飛行機かな？はい、私。違うよ。むず。合ってる。はい。で？ああ、こうです。間違えてシュルーラン撃ちまくっちゃった。ああ。わかった。まず、やばい。ボタンミスったな。こんな感じで、危ない。自分も回んなきゃいけないから、自分も回りながら、自分もあるのちょっと不可能だから、まっすぐにしとくか全部。それがいいわ。結局。ちょっと避けよう。ああ！それが一番早いわ、多分。で、シュルーダー投げ込もう。はい、いいんじゃないですか。あ、もうちょっと、なんかいろいろなくなりましたね。ちょっと弾あんのかい。弾数あんのか。きついな。なんかまっすぐにしてるのが一番、ちょっと邪魔。ほい。さよなら。よし。ちょっとコツ分かってきたよ。これもう、なんか難しいことしないで、もうまっすぐと。弾数あんのきついなぁ。ある程度無視していいってこと？なんか、おい。さよなら、みんな。あれ？なんか爆発する予定とかで爆発しないな。私は死んでる。危ない。ガス。それでみんな爆発しないじゃん、全然。なんで？まあ、いいか、とりあえず、赤いやつを倒すとこれが溜まるのかな。じゃあ赤いやつを積極的にやろう。そうだな。赤いやつはじゃあ材料を持ってるから、材料というか。赤いやつを積極的に倒そう。逃げないで、そこの方。あれ？持ってない時もあんだ。使えないぜ。誰を、さっきから私に手榴弾投げてる人、いい加減にして。え、こんな近距離だったんなことある？いや、そこのね、無視しましょう。じゃ、ちょっと通りますよ。えい！なんか思ったより手榴弾がいい働きしないな。手榴弾は、そうか。もしかしたら、危ない。もしかしたらだけど、場所によってはいい働きしないのかな？ちょっと、溺れるの？嘘じゃん。みんな、え？溺れないじゃん。え？なんかトゲトゲに刺さってんか。
どうしようかな。ちょっと待って、くる、あん。ちょっと、向き変えようとしたとこだったでしょうが。むずい。ほら、むずい。どうすればいいの？もう一回か。でもちょっと、もう一回やりますが、ちょっと分かったかもしんないな、最初よりは。でも難しいね。最初にその砲撃のピッチを決めるのが難しい。あ、このままでいいよ。よし。あ、ボタン待ち。危ない。少ない弾、おお、少ない弾数で仕留めよう。よし、よし、みんなバイバイ。私もやられている。で、この横向きのやつはもう倒せないから。よし、まっすぐ前にいるやつだけを味方、味方じゃない、やろう。で、そうだよ、全員や、あ、痛い痛い、全員やんなくたっていいんだから。無理な話よ。え、どうしよう、どうしよう。これは取りたい。放り込んでバーン。よし、来た、いっぱい、ありがたい。あれ何なんだろう。え、手榴弾最強すぎない？普通に手榴弾めっちゃ使いたくなる気持ち、わかるわ。で、赤い人からやってきますよ。私は赤い人からやってきますからね、皆さん気をつけて。で、もうすも、もうこいつら無視だ。危ない、危ない、もう右向けないんだから私は。本当にここら辺で右向きたいよね。こうか。はい。で、右向いて、もう右向きの攻撃しかできないから、今。こう。ああ、ちょっと、ちょっと斜めになっちゃったなぁ。あ、惜しい。え、そこ出発やだ。ちょっと待って、私まっすぐ向けないんだって、今なんか。悔しいけど、ちょっと分かってきた。なかなかやっぱ向き変えるのがむずいんだよな。なんかちょっと斜めになっちゃうね。そして放り込む。危なかった。放り込んで。あんまり効いてないね、手榴弾が。私のお手製の手榴弾が。今手榴弾で勝つかなと思うけど。手榴弾はやっぱりああいうインって書いてあるやつがあるところでの意味がでかいとか。あ、惜しい。こいつらに当たんなかったら何の意味もない。乱れ打ちまくってて大丈夫かな。あー、当たっちゃった。乱暴だよね、もうこれ。っていうか、本当にもうちょっとなんか着た方がいいと思う、洋服を。そこは考えないのかな。なんかもう一枚ぐらい洋服着たらさ、いいのかなとか思わない？っていう。あ！これに関しては本当に私思うもの。多分、防弾チョッキとかはないにしてもさ、
もう一枚なんか着るだけで絶対違うんだからさ。ねえ、パーカーとかでいいよ、パーカーとかで。革ジャンとかじゃなくて、革ジャンとかいいじゃんね。革ジャンとか嫌いよね。本当に。そんな薄着でさ、やろうとしてること自体が間違いなんだって。あ、このガスとかにさ、もしかして。うわぁ、お前顔ガスとかに手榴弾突っ込んだらいいんかなぁ。ちょっとあともう一回だけやらせて。悔しいから。なんでこんな本当、自ら撃たれに行ってるような格好の人を守らなきゃいけないのかわかんない。ね。よし。行きますよ。ここはだいぶ手慣れたもんだと思うんだけど。ほい、危ない。ほい。ほい、あ、あ、あ、この右のやつ先にやるべきだったのか。そうだね。隙間縫うの結構大変なんだけど。結構大変だし、多分弾を無駄にするという概念はどう考えればいいのかな。あ、いや、当たってるでしょ今足に。よいしょ。ちょっと右は無視しながら、赤いやつメイン。赤いやつはいいの持ってるから。掘り込んで、あー逃げきれんかったか。でもガスってとこにさ、それは関係ないんだ。ガスってなんだ。ガスって言ってまだ全然ガスを発揮するような乗り物にさえ乗ってないから、なんとも。乗り物系かな、やっぱガスって言われちゃう。これ取っときたいな。で、やっかいのがほん地雷だよね、あれ多分。右行こう、怖いから地雷は。手榴弾効果的な使い方ができない。中に当たったっぽい。じゃあどうしようかな。右に向くしかない。あ、もう水の中を歩くしかできない。あー、むずい。くー、せめてこのなんか先に、あ、この先にあったさ、なんか戦車みたいなところを越えたいんだよね。ラストと言いつつやっちゃうね、どんどん。弾の数は今左、あ、結構あるじゃん。左上に書いてある。あ、こいつからやった方がいいのかな。だからそんなに。もう使いまくるからね、私は。うわぁ、結構84、8、まあまああるもんね。大丈夫だよね。すぐなくなる。もう59とかだから、これ投げまくった方がいいか。だったら、あ、なんか爆発した音したないな。向こう側にのずるくないっすか。え、これガスってなんだろう。
お肉的なやつじゃないよね。別にこの、え、初めて見るポイクセル。ランボ別に、なんかガソリン食べないもんね。なんだろうね。謎だが、とりあえず無視して、ここを乗り切れば、乗り切れた。おい、走って、ランボ走るの。あー、撃たれましたね。撃たれた後ちょっと後ろから吹かすのすごく嫌なんだけど、実は。どん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 、あー危ない。思ったより手榴弾持ってるから、ちょっと横向きまずいかも。横向きミスってる説ある。こんな舐めた向きで歩いてしないよ。あー熱い。あ、真正面真正面真正面、マジやった。さよなら。よし、目標のところで。ごめん回ってる今ちょっと。目標値はとりあえず、爆弾、当たっちゃった、惜しい。めっちゃちゃんと進んでんだけど。ああ、避けなさいよそれぐらい。ひょってちょっとお腹引っ込めたらいいって。まあでも頑張ったんじゃないかな。目標と思ってた戦車から先まで行けたんで、私はちょっと満足です。ということで、ぜひね、なんか懐かしいなと思った方とかね、初めて見たけど面白そうだなと思った方、遊んで見ていただけたら嬉しいです。ファミコン版もね、そのうち、できたらなと思っています。ということで、本日は以上、ご視聴ありがとうございました。